ランクルチャンネルからニュースです。ランドクルーザーのファン会員コミュニティサービスランクルズから新たな募集情報です。昨年夏に開催したランクルサバイブイベントは、腕に自信のある方が全国から集まっていただき、大盛況の中無事に閉幕。大自然の醍醐味とそこで過ごす多くの学びがありました。そしてその集いが再びランクルサバイブイベント第2弾。今回ランクルズで挑戦するのは郡上山中、極寒の冬山でブッシュクラフト体験してみませんか。過酷な自然に挑む新たなチャレンジャーを募集します。冬山に精通したナビゲーターのもと、厳寒の冬山だからこそ味わえる体験を2日間にギュッと詰め込み、体でランクルで味わって楽しんでもらう、そんな企画です。イベントは一夜を過ごすシェルターを自前で作ったり、寒さを防ぐ術を身につけたり、ここでしか味わえない山の恵みとジビエ料理を楽しんだり、その他オフロードでの車の危機脱出スキルも体験予定です。今回のイベントはそんな極寒環境でのブッシュクラフト体験だから、キャンプを初めてするというビギナー様はごめんなさい。このイベントの応募は見送ってください。過酷な環境にひるむことなく自然と共に生きていく、そんな気持ちを持った強者にチャレンジいただきたいと思います。開催は3月2日土曜日、3日日曜日の1泊2日。場所は岐阜県の郡上八幡リバーウッドオートキャンプ場。限定10組、応募多数の場合は抽選でのご案内になりますのでご了承ください。ご参加希望の方はランクルズで検索、ホームページの応募プラットフォームからお願いいたします。ランクルズサバイブイベント第2弾、たくさんのご応募をお待ちしております。ランクルチャンネルニュースでした。